国ヨはスマートフォンの内蔵カメラで手書きのノートを撮影し、そのままデータができるスマートフォンに対応したノート、キャミアップシリーズを9月7日から発売します。アナログのノートの製品になります。そちらと専用のアプリケーション、これがスマートフォン用で iPhone と Android と出します。でえー 紙紙ににににに書いいいいたノートをです、ね、これをきれいに電子化すするる取りりやすい仕掛けを紙側側ももアプリ側にも入れているようなそういうななそ商品になります他社さんのものでですねメモタイプのものにマークがついていてで専用のアプリケーションを使えばきれいに取れますよというものはありましたで我々の方はもう少し幅広く使っていただこうということでデジカメの方でも取りやすいですし私どものアプリケーションを使えばより機能が付加されるようなそういう工夫をしてあります。 キャミアップはノートの四隅についた四角いマークや業界初のノートを囲った黒い枠によって撮影した時の傾きや台形補正を自動で行います。また、業界初のタグ設定機能によりノート上部に印刷されたアクションマーカーを内容に応じた7種類のタグ別に塗りつぶすことでスムーズなデータ検索や管理を実現しています。 記録した情報は専用アプリケーションからそのままメールで送信できるほか、エ v e ーノート、ドロップボックスといったクラウドサービスでも利用が可能で手軽に情報を共有できます。さらに、重要な部分を強調できるペンや図形機能、また不要な部分を塗りつぶせる消しゴム機能により、データ化した後でも情報編集が可能です。 我々アナログの文具メーカーですけれども当然お客様の方は積極的にそのモバイルであったりクラウドであったりソーシャルメディアを活用されているとそういった方々にやっぱり身近なノートを1つ取ってもよりそういったものと親和性があって使いやすいような商品というのをやっぱり出していくべきかなということで今回の商品を発売しております。最初にままず8タタイイイイププ出します一番小さななもものののののがが A7 ササズズメモ大き B5 リングタイプのノートと 無線というのをノリで止めているタイプの方の方ートで間に方眼ケースのほう合わせて全部で8種類です専用アプリケーションは iPhone 向けが8月からすでに発売開始されており Android 向けは9月上旬を予定していますまたアプリケーションでは英語版にも対応しており今後は海外展開も視野に入れた商品のラインナップを増やしていく予定です